もう笑えんわ、しょうがなすぎて。なんなんだいつもあのゴミみたいなオープニングは。だが僕は悪くない、みんなが悪いんだからね。みんながあのゴミみたいなオープニングを求めてるのがいけないんだからね。だからみんなが僕をゴミにしてるようなもんだよ。まあ正直なこと言うと、もうネタ切ればいい、ネタ切れ。それじゃあ本編入っていきますか。はい、どうもピアキングです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。今日のトロールコース、トロールレベル圧倒的ボツということで、このコースト作ってる方はね、オリベーシさんって言うんだけど、マジでトロールコースト作るのが上手すぎるのよ。ただちょっと鬼畜なんだけど、コースト作る上手さはね、日本でトップ3に入るんじゃないかなって本気で思ってる。そのくらいぐらいコースの作り込みがすごいんだよね。マジで見てってほしい。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.09%。そんで話変わるんだけど、最近めっちゃ寒くなってきたよね。実況してる時ってさ、空気が乾燥するからエアコン切ってるんだよね。いやだからこの時期マジで僕にとって天敵だね。いや50コインこれ取っていいの？すげえ罠っぽいんだけど。いや何もないのか。っていうか取らしてもくんないんだね。罠ぐらいなんか仕掛けてきてくれよ。なんか落としてくるとかさ。じゃあこっから本編開始っていう感じだね。まあここ右怪しいから一旦右行ってみる。右は何もない感じか。じゃあ左に行ったら花が出てきたね。かいわ。ごめんみんな、いつも言ってると思うんだけど、今日マジで叫ぶのとかやめておく。なんかね、空気が乾燥してるから、これ以上叫んだら喉が潰れちゃうかもしれない。もう叫ぶとか叫ばないとかそんなのどうでもいい。このコースとしっかりと向き合って、そして必ず勝利し、圧倒的ボツ人間、いやボツゲーム実況者の名の称号を手に入れようじゃないか。そしてここの記録、自動コイン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 、いや自動コインコインなんて感動だね。久しぶりすぎて嬉しくて涙が出そうになってないね。いやめったにないからさ、自動コインコインなんて。そしてあのクリボー踏んでいいのか。クリボーに鉄槌を、あなたに裁きを下します。踏ませて。僕に鉄槌が下ったみたいだね。じゃあここは左押し一発で抜けていけばいいのか。はい、どうもこんにちは。いやなかなか礼儀正しい人だね。僕好きだよそういう人。罠にたくさん引っ掛けてくれる人も好きだけど、ここはウェイト15秒。え、15秒待てってこと？この黄色い土管に入らずに15秒待てってことかな。そんなのわかるか。あの黄色い土管のところで15秒待てみたいなこと書いてなかった。ここで、今479の時に乗ったから、あっ、この筋肉なるば。15秒なんて嘘じゃん。律儀にここで15秒待とうとしてたよ僕。いやむしろ数えてたしね。いやお前だよお前。さっきはよくも綺麗に開けてくれたな。この腕を振り回すしか脳がない筋肉野郎め。筋肉の無駄遣いなんだよ。どっか行ってろ。だからここはさ、あのヒントもトロールコースだから騙しっていうことなんだろうね。マジで今後気をつけた方がいい。もう制作者がそういうつもりで来るなら、僕もそういう気持ちで行きたいと思います。ここは右に行っていいのかな。左のブロック開きそうにないもんね。で鍵手に入れたから、この鍵ドアに入れと。中間ポイントが見えてるけど、あの中間ポイント、うわまだ取らしてくんねえか。ロングウェイ、違う道ってこと？いやでもこっち一方通行だったよね。他に行き道なかったと思うんだけど。あ、ここでヒントか。ヒント、そして次は何だろう。また騙し要素とか来たらあれなんだけど、ホールド、何かを何とかしとけっていう感じでしょ。そしてレッド、あ、左押し一発しとけってことか。え、どこで、あっと、オート、左押し一発オートってことでしょ。え、どこでそんなんするところあった。ナウ、今でしょ。いや、うまいよね。てっきり別のところで左押しっぱしなきゃいけないと思うじゃん。ここで左押しっぱなんて誰が想定してるんだよ。絶対わかんない。このハテナは何？わ、なんか下に行ったら閉じ込められたみたいな。そんな感じから、そんなところには引っかからないよ、僕。さあ、ここで上のハテナを叩いてみようか。そしたら、あっ、あっ、あっ、来たー！さあ！左のハテナ何だったっけ。あ、コインか。じゃあ右のハテナ叩いて、このツタに捕まっておく。そして一旦待っておこう。何もしない方がいいよ。成敗されたとござる。右で鉄球出すからのツタに捕まる、鉄球を見過ごすからのすぐ上に行く。これでいいんでしょう。そして上なんか土管あるね。この土管入れんのかな。あ、なんか入ることできんっぽいね。上の音符も叩かないし。じゃあここでピースイッチ踏んでみようか。さまへんやこのドッキリがよ。もうちょっと早く左に来るべきだったな。ていうかこれ閉じ込まってない。あ、こっちに行けるのか。よかったよかった。ただ右にキノコが出てきてるのがすげえ気になる。今ちょっと噛みそうになったね。ここ上に行けないじゃねえか。なんか右に無理って書いてる。え、これは、
え、なんか積んだ感じ。いや、どうせあれでしょ、下のトゲゾウが来てくれるでしょ。分かってるって、早く来て。だからさ、もうそんなじらしプレイなんかいらないよ。僕意外と好きだけど、そういうじらしプレイ。早く来てよ。え、あんまなんないんだけど。あ、上から来んのか。じゃあ上でこんなか、なんかテレサとか隠してるみたいな、そういうことなんじゃないの。長い、あ、ブクブク来て。あ、メットは持ってこなくていいって。カッポンじゃないんだって。ここでカッポンはいらない。じゃあ別の何かが来るんでしょ。初めからこうか。Pスイッチ踏んですぐ上に逃げる。あ、これで合ってんのね。そしてキノコ取って、下の土管はなんか光り輝いてるね。だからこっちに入れるんかな。あ、入れるのか。てっきり左だと思った。あっちの土管開いたからさ。そしてこっちは無理って書いてるけど、何が無理なんだ、言ってみろ。ごめん、お前か、何か仕掛けてくるんだろ。僕は無理じゃない、それを証明してみせるさ。無理だよ。Pスイッチの音で鳴ってねえやんか、音が。やっと鳴った。パプラペーパパパプラペーパパパプラペーパ。もう邪魔すんなっていいところなんだからさ、好きな BGM ぐらい聞かせてくれよ。さあ、ここで一旦チビになっていいけど、そういうことだね。ほとんど危険やったんやんか、 USD キノコの BGM が。いや、なんか怪しいな、あの四角の枠。一旦この四角行ってみる。いや、何がピンポンなんだよ。何も起きねえじゃねえか。あ、これを蹴ってすぐこの場所に行け。多分そういうことなんじゃない。そして鍵を手に入れるっていうことだと思うんだけど。もうやめろってそういうの。もうしびれてしびれて。何がいろいろ来てんだ。あ、何このお祭りみたいな感じのやつ。あ、僕動けないよ。動けたけど、何なんだこれよ。あ、この子にやられるの。こっち来いよ。どこ逃げてんだよお前はよ。これ抜けれないの。いや、これめちゃめちゃ綺麗だね。でも、いや、ギリギリ狙っていこうか、この靴どもが。いや、正直今のオンパレード何回でも見たいね。ここですぐ左に行けってことかな。いや、違うんだって。タイミングが分かんない。え、どのタイミングだろう。蹴るでしょ。そして一旦変わる。あのトゲゾウが一番上に行った時ぐらいに引こうか。もう出遅れじゃねえか。へいじゃねえんだよ。また見飽きちゃいけない。もう左を進歩してる。やっぱ抜けれないですよね。次こそ行こう。マジで集中させて。ここオッケーオッケーオッケー。やっと抜けれたね。そして鍵はいつ手に入ったっけ。もうすぐ手に入るような気がするんだけど。いや、これ当たらない、大丈夫。あ、当たらない、当たらない。さあ、次やっと進めたね。うおーってなんだろう。なんかあるよね、ユーリドイターでうおーっていう歌が。あれ僕のために作ったんかなって思うんですけど。スネオくん、信じるよ。君のスネオくん乗せて。スネオくん、スネオ。え、乗らなくていいの、あのスネオ。うわ、どうなんだろう。上すげえ気になるんだけど。じゃあこのドア入っていく。これが正解っぽいね。そしてここどうしようか。もう上のハテナ叩くしかないんだけど。パン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 って叩くで、ね、1,2,3,4,5。 これは、なんもないね。なんか出てくる。みんなここ気になんない？ここ上行ったらどうなるか。なんかあるんだろうね。あ、リガリア、ありがとうみたいな感じ。面白いじゃんか、ね、作者さんよ。やっぱりあなたは天才ですよ、トロールコースを作る。みんなちょっとリベンジしていい？あえてあの超魚を振らせておいて、さらにドアに戻る。それができたら僕の勝ちでいいでしょう。さっきのやられはなしということで。さあ、ここで魚を落とす。そしてあのドアに戻る。いや、いける。次で行ってみせるよ。あ、もういいや、マジで取れなかった今。そしてここ USA って書いてるけど、 USA どこも出てなかったよね。デカキノコは出てるんだけど。じゃあ一旦一番左に逃げてみる。そしてこっから、あー、左下に出てきてくれんので、さあ行きますか。そしてあの四角の枠一旦叩いてみようか。あ、なんもない感じ。じゃあ下に行って、ここファイヤー持ってこいって書いてるけど、この左、あ、入れないね。このツルツル幽霊が。
さあ戻ってきたね。さっきは入れなかった。でも今度は入ってみせるさ。ここで上を失敗。危ねえ。いや見事魚に勝つことができたね。じゃあここでさ、左行った瞬間すぐ右にジャンプ。あ、これでかわせるのか。そしてこのフラワーを取って上なんか出てきたけど、やめてー。もう探索心を持つなピオキング、全て無視しろ。何も考えずにこの先進んでいこうじゃないか。ここのタイミングもまだわかんねえな。一旦ツタに捕まっておく。そしてこのブロックを叩いたらテレサが来たっていうことなんかな。そしてここでメットをかぶる。さらにブロックを壊してツーララも抜けて P スイッチを押して右ダッシュする。 P スイッチで右ダッシュ。常に何も恐れるな。ピオキングいけるんだ。めちゃくちゃじゃないか。ピオキングいけるんだってなんだ。そしてここフラワー持ってこいって書いてるよ。え、フラワーとかどっかあったっけ。え、この中に実はあるみたいな。え、そんなことない。あ、でもここでチビになれるんだね。そしてここでフラワー取っていけっていう感じなんだね。ダバダーじゃないんだよ。え、ちょっと待ってね、フラワーってどこにあるの。このハテナの中かな、もしかしたら。いや、ワンチャンある、これもしかして。ちょっと待ってなあ、いやこれまずいパターンなんじゃない。誰もやりに来てくれる感じがないよ。これはガバなのか。いや絶対この方悪意を持ってこうしてると思うよ。こんなにコース作りが上手いからがこんなことするわけないもん。ふざけるな。絶対このデカキノコを取って上に行くところまでは合ってると思うんだよね。多分ね、この下全部なんか罠ありそうな気がする。で、僕ちょっと気になってたことがあって、ここでさっきなんかアイテム取れた音しなかった。なんかそんな音がしたんだよね。だからしゃがんでオケは取れるみたいな。この砲台の裏さっきあったような気がしたんだけどな。じゃあ一応立ってみる。立ってしゃがむ。あー、なるほどね。アイテムが取れた瞬間にしゃがんでおけば先に進めるとか。さあ行きましょう。そろそろチェックポイントにあるっぽいね。この先がチェックポイントに普通に取らせてくれんのかな。頼む、普通に取らせて。いやどうだろう、普通に行ってみる。頼む。いやっえ、ちょっと待って、今なんかあったよね、ゴールが。まあまあでもゴールめっちゃ近かったね。そして次は、うわ、やっぱゴールさせてくんねえか。こっからまた始まりっていうことを。第2チェックポイントからの罠が。でもゴールそこにあるから絶対次帰ってくると思うんだけどな。これ戻れない。あ、戻れないか。じゃあ先に進むしかないっていう感じだね。ここもロングウェイって書いてるけど、あ、左に戻るってこと。そしたらゴールができるみたいな、そういうわけでもないのか。ボム兵がね、ブロックを壊した。いや待って、チェックポイント待って書いてる。いや嘘でしょ。え、マジでこっからチェックポイント1。いや多分大丈夫。こっからまた何か違うパターンであそこまで戻してくれてゴールができるみたいな。頼む、それであって。で、一旦チェックポイント取ったらあれだから何もしないでおこうか。多分それでいいよ。そしたらチェックポイント取らないみたいな。ナウを消すな、ナウを。さっきから置いとけそこに。ほらよ、いや、まあ、これでさっきの違うパターンないかな。さっき言ったらさ、いや全然ある、全然ある。トライアゲイン、もう一度。いや、またさせてくれるんだね。ありがとう。いや素直に入らせてくれよ。こんなところにオープンブロック置いてないでさ。で、これでゴールっていう感じでしょ。いや全然あるね。チェックポイント2。まあ、これでミスってもチェックポイント2取れるっていう感じだから、いやどうしよう、どうだったっけ。すぐ右に行けばよかったね。ここですぐ右。あーだー。よしよしよし。さあ戻ってきたよ。次は絶対ゴールできないと思います。さあ一旦チェックポイント2を取ってすぐジャンプしようか。すぐジャンプして、いやこっからどうすればいいか。いやめちゃめちゃ焦ったね今のバブル。まあ無事ゴールできてよかった。やっぱり作るのめちゃめちゃうまいねこの方。すごく楽しかったです。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、キーだらけの1の1完成版ということで、説明文にね、鍵が1の1のあちこちにありまくります。絶対取らないでください。全部のブロックの中に鍵があり、敵にも鍵があります。取ってしまうとゴールできなくなりますって書いてるんだよね。ってことはさ、ハテナブロックを叩くな、普通のブロックも叩くな、鍵も取るなで敵も倒すなでしょう。結構縛り要素が多いよね。でもその分すごく面白そう。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 2.38%。
でさ、僕1の1やるときってトロールコースやってなかったんだけど、一発マリオのネタが枯渇しすぎて、今度からいろんなコースやるかもしんない。もちろん一発マリオもやるんだけど、ちょっとね、1の1とか、まあ、通常のコースもネタにしていこうかなって思います。マジで一発マリオネタがさ、枯渇しまくってるんだよね。いや、ここ狭いからやっぱちょっと厳しいよね。わざと狭くしてるってことか。いや、ちょっと取ってしまったな、これさ。結局最後、いや、ちょっと待ってね、ここ4つ目なのか。あ、入れないか。じゃあこのまま一旦最後まで行ってみる。鍵取ってたらどうなるか。いや、ここ結構狭いから難しそうだよね。しかもブロックも叩くなってことでしょ。いや、それは厳しい。まあ、もうすぐゴールがあると思うんだけど、ここで一旦ゴールの場所に行ったらどうなるかということなんですけど、あら、一応ゴールじゃないんだね。こっから先どうなってるかなんだけどね。あはは、なるほどね。これで鍵取ってたらやられるっていうことか。多分鍵取ってなかったらこの右側でゴールできたっていうことなんじゃない？いや、面白いね。こういう縛り要素めっちゃ好きなんだよね。なんか縛り要素ってさ、見るのも楽しくない？じゃあここはジャンプしておける。そしてこのクリボー2体がちょっと厄介だな。一旦真ん中、いや、2体とも避けようか。そして右の土管に渡っていく。いや、なかなか調子いいんじゃない？こっからだよな。こっから一旦クリボー見過ごしておこうか。よっしゃ、上から行こう。上から行って下のクリボーを見過ごすからの、ここは上から行く。いや、ちょっとこれ時間かかるかもしんない。やっぱ見過ごす時間が多いからさ、パッパパッパ行きたいんだけど、そうしてしまうとさ、やっぱブロックとか叩いてしまいそうで怖いんだよね。さあ、ここは難関な場所だぞ。オッケー。いや、これもゴールできたんじゃない？もうこれゴールしたらもう一発クリアみたいなもんだよ。実質2発なんだけどね。ここちょっと難しい。集中していい？まず右のところ行く。そしてこっから、いや、取りそうだな。くっ、オッケー、うまい。これでゴールできたんじゃない？え、めっちゃ早かったね。なかなかプレイスキル高くなってる。そしてここで爆弾で壊して、これ右に行けるのかな。え、行けんくない、これ。あー、なるほどね。オートスクロールで右に渡らせてくれると。あそこのブロックは叩いてよかったんだね。今絶対鍵取ってしまったと思ったけど、どうもありがとうございます。いや、ちょうどいい難易度ですごい面白かった。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。